そのチューブスクリーマーのモディファイなんですけど、はい、これですね。そうです、はい、元になってるのがヴィンテージのチューブスクリーマーで、うん、その音を再現しようと思って新品をモディファイしてそのヴィンテージの音に近づけようっていうものが、はい、その隣のチューブスクリーマーですね。それを元にしてます。シャープ1、はい、まあ、それが結構何台もチューブスクリーマーが集まった時に、はい、こう番号を振っていったんですよ。1番2番3番4番5番みたいな。でその中でその1番がもう明らかに音が良くてダントツでした。ダントツでした。その元々の音がチューブスクリーマーってミドルにかなり寄るじゃないですか、うん、そうですね。もうきっとね、そうですね。それが、そのヴィンテージの1番っていうのは、うん、どちらかというとミドルが目立つっていうよりかは、うん、ハイも出るしローも出てたんですよ。僕確かにでもこのカルトのこれ初めて弾いた時に、はい、すごいなんかねあのミドルレンジは残ってるんですけど、うん、上と下がこう残ったままミドルも主にミドルが上がっていくみたいなイメージがあって、うん、なんかちょっとあの新しく感じました。ちなみに、はい、オフの音も似させてます。あ、バイパス音もかなりいじってます。例えば普通の新品のチューブスクリーマーを買って比べても分かるんですけど、うん、かなりヴィンテージ感があります。そこを似させないと正直エフェクト音が似なかったんです。なるほど。ですのでその通した時の音も個人的には結構自信作超こだわりの。そうです。ちょっと一回オフで弾いてみますね、うん。
で、これに僕今一回全部12時でいきますね。あでもこれでもめっちゃいい音してますね。12時もう12時でいいやんみたいな。でも僕やっぱりドライブでガツンって歪ますのももちろん、大好きなんですけど、歪ませたいんやったら逆に僕ドライブを絞ってやっぱレベルを結構ガッツリ上げて、でトーンもちょっと、まあこれはアンプによると思うんですけど、これぐらいがねやっぱこうギターの美味しい 1,2 弦のなんていうんですかね、バリッとした音がちゃんと出てるのが、レベルがちゃんと上がってる方が、僕はチューブスクリーンまで歪ませたいんやったら絶対レベルを上げた方がいいんじゃないかなと思ってて、これでもめっちゃいいっすね。でもこれ歌いながら弾くんやったらトーン絞り気味のレベル上げとかも良さそうですね。最高です。8-20 のモディファイなんですけど、はい、そもそも OD-820 っていうその機種自体がケンタウルスのオーバードライブ部分がチューブスクリーマーに変わったっていうようなのが OD-820 の元々の機構なんですよ。初めて知りました。ですんで、はい、そのチューブスクリーマーの部分を先ほど弾いてもらった、うんうん、あのモディファイ、うん、あれと全く同じ内容にして、うん、小圧をちゃんと全セクションにして、はい、でクリーンミックスとあのクリーンボリュームとドライブボリュームを分離させたっていうのが、はい、このモデルになるっていう感じになります。これでかつちょっと絞ってアルペジオするみたいな、でちょっと上げるみたいな、このなんていうんですかね、ついてきてくれる感じがまずすごいなって思って、僕やっぱりギターのそのボリュームを例えば歌ってる時にちょっと8とかに4とかにしたいんですよ。ってなった時に逆にドライブとかこれはもうガンガンに上げといて、トーンも割とキンとするぐらい上げてもちょっとボリューム側で絞ってあげると、その丸い部分がしっかり前に出てきてくれるなって思ったんで、あのすごい欲しいなと思いました。まあ、その機種の特徴としては、はい、ドライブを下げた時に、ドライブの歪み量、うん、が落ちるだけでなく、ドライブサウンドの音量が落ちてるんですね、はいはいはい、ですんで、いわゆるドライブを下げていくっていうこと自体が、うん、原因を落とすっていうよりかはクリーンを目立たせる行為だったりするわけなんですよ、その機種に関して言うと。だからいわゆるあれですよね、こうリバーブとかをこうプラグインとかでかけた時のドライとウェットみたいな、うん、まさにその通りですね。原音とかかった音のこの幅をどうするかっていうのを裏とここで決めていこうっていう話ですよね。そうです、そうです。
これでも僕クリーンの音も大好きなんですけど、僕はもうこれとさっきの808をこれの手前に置いて、もうゲインでソロみたいな時のこのドライブ高めっていうのがめっちゃ好きですね、うん、太くなりますよね、めちゃくちゃ。なんかね、ローも消えないけど、うん、ハイが前にバーンって出てくれるんで、多分ソロとか弾きやすいんちゃうかなってすごい思いますね、うん。じゃあせっかくなんで、この元になったヴィンテージのチューブスクリーマーとこのカルトモディファイの方の弾き比べをしてみようかなと思います。じゃあこれまずこっちが通った状態で、チューブスクリーマーはオフです。でオンにすると、この音を覚えた状態でこっちに切り替えると、今これがオフになってるんです。確かにでもこの通ってる段階の音も似てますね。あのこのエフェクターをオンにしてなくても、これをオンにするともう僕わからないです。これはもう似てるっていうか、多分あの AB で聴き比べて目つぶってた僕も分かんないと思うんでこれはぜひ弾いてみてください。はい、もうやっぱりストラトで半音下げでフェンダーのアンプで弾くと、あの自分がスティービー・レイ・ボーンじゃないかっていう勘違いような気持ちをこう起こせるぐらい、あの本当にこう歪んだ時の音とか、そのボリュームを絞ってクリーンにした時とかの音がすごいね、抜け感っていうんですかね、あの僕がちっちゃい頃からずっと好きで DVD で見てたような音が、なんかまさに自分のアンプから鳴ってるような感じがして、めっちゃ本当に大好きやなって思いました。はい、いやもう僕にまだサンタクロースが来るならこれが一番今欲しいんですけどぐらい本当にこのドライブを結構がっつりドンって上げた時に、なんか音がこうドライブを上げると歪んだ分音がなんかこうモコってしたりとか割れちゃってる感じに聞こえる場合がたまにあるんですけど、これは全然そんなことなくて、なんか本当に歪み量だけ前にグンって来てくれて、でレベルもいい意味であんまりがっつり上がらなかったんですよ、ドライブをガンって上げても。だからそれがすごい、あのギターボーカルだったりとかする人とか、いわゆる邦楽ロック的なアプローチする時とかにもすごい使えるんじゃないかなっていうふうに僕はすごく思いました。PS は結構かけっぱなしで、そのブースターとか OD みたいに使うんじゃなくて、もうプリアンプみたいな感じで使うのがすごい好きなんです。でボリュームでコントロールしてソロとかそのサビのリフってなった時にこれを踏んだら、こう音が前にバーンって飛んでいってくれるし、すごい抜け感以上にやっぱりどっちもちゃんとローが残ってくれてるんです。なんでそのボワッとしたローじゃなくて、すごい太いローが両方出てくれるんで、ちょっと足したチューブスクリーマーとがっつり足す820っていう風に2台持ってたら、僕は結構どういうジャンルでもアンプがそれこそ歪んでなくても使えるんじゃないかなっていう風に思いました。あとはもう手元で対応できるんじゃないかなっていう風に思います。はい、僕は素直にすごくあのこの両方のエフェクターを弾かせてもらって、あのすごいほんまにファンになったっていうか、かっこいいなって思いました。っていうのもやっぱりエフェクターを100台とか200台買うっていうのって、その将来的に買っていけばありえるかもしれないですけど、まずいいエフェクターっていうのを1個2個3個持つべきだと思うんです。なんでとりあえずもうこの2つを買ってください、皆さんこれを見てる人は。でこの2つを買って
ここで音作りの練習をしたら間違いなくそのいわゆる抜けのあるいい音っていうギタリストが目指す音は作れるんじゃないかなって僕ほんまに思ってるんで、あのぜひね、こっちはあの店頭でも弾けるんですよね。なんでぜひ弾いてみて触ってみて、でそのギターのなんかこうつまみのいじる楽しさとかを一緒に気づかせてくれるんじゃないかなと思います。はい。